どうしたんです。ということで今日なんですけど、リトルビッグから2回目かな2回目、 2022SS2 回目のデリバリーございましたので、ご紹介していこうかなと思います。今回はね、カットソー系入ってきました。半袖 T シャツが一方3色、今回七分丈ですね、七分丈の、T シャツ、あ、ロンティが、一方3色ですね、はい、まずこちら、はい、プリント T でございます。はい、割とシンプルなんですけど、これなんか結構ルックで目立っていたんじゃないでしょうか。デイライトと、胸元ですね、胸元に、一言デイライト、まあ、デイライトがね、この 2022SS の、シーズンを通した一つのテーマでもございまして、まあ、それが割とストレートにドーンと、胸元にある感じですね。で、まあ、ちょっと寄りでお見せしますけど、ちょっとプリントがね、何ですか、かすれてるというか、うん、ベターっと、なってるわけじゃなくて、ちょっとところどころ、はい、剥離しているかのような感じになっております。デイライト、はい、これが、まあ、グレーに赤 と、こういう感じですね。白ボディに黒か黒ボディに白かっていう感じで、割と、シンプルに、うん、デイライト感じです。あ、これとか分かりやすいかな、ちょっとこのプリントのイメージ。はい、そんな感じでございます。はい、そしてこちらですね、七分袖の、ロンティが一方三色でございます。これ僕買いましたね、はい、これ買いました。このちょっとターコイズみたいな色、よくないですか。まあ、今季はね、色でいくと決めてるので、ね、僕のテーマでもありますから、はい、ちょっとこういう色物、今まで挑戦したことない色でも、これ結構良くないですかね、この色、うん、ターコイズっぽい、ちょっとブルーグリーンみたいな感じの、しかも七分袖ってね、僕持ってないっすね、多分。で、まあちょっとこれリンガーティーっぽい感じでね、はい、襟のね、リブがちょっと切り替えになってて、袖っとりしてが、この色と、これちょっとこうチャコールに近いようなボディですね。一応色名ではブラックってなってますけど、少しチャコールっぽいボディに、はい、赤ですね、赤のプリントで、パープル、白ボディにパープルっていう感じの、まあ、これ結構ね、リトルビッグかなみたいな感じですね、はい、ザ・ウェイズと、ザ・ウェイズ、まあ、そんな感じで早速 T シャツから着ていこうと思います。 T シャツでございます。着てみましょう。どうでしょうか。グレーですね、グレー。はい、最初にいってきます。こちらサイズ M サイズね、お値段が1万1000円でございますね。はい、こんな感じです。はい、サイジングシルエットはこんな感じでございまして、これ多分まあ昨シーズンとか、あと継続の、シルエットというかボディ同じ感じだと思うんですけど、割とスタンダードな感じですね。はい、別にタイトでもなければ、でかくもないというか、オーバーサイズとかそういうわけでもなくて、本当スタンダードな M サイズっていう感じの、シルエット着用感かな、うん、まあ本当に標準的なM ってこういうことだろうなっていうくらいサイジングでございますね、はい。ランウェイではね、これ赤のパンツと、スタイリングされて、まあ、ちょっとこの赤プリントとリンクされてさせられてたような感じでございましたね、はい、非常にシンプルですけども、今季のテーマはね、デイライトということで、まあ、デイライトの意味は確か、まあ、こういうね、世の中的にあまり明るくない状況でも、リトルビッグというブランドがね、デイライトで、まあ、デイライトで、まあ、日光とかね、まあ、そういう意味ですけど、直訳するとね、まあ、太陽というかね、言い換えると、はい、まあ、そういうような存在でありたいというような、まあ、そういうなんか意思がこもったような、まあ、それでショーもありましたしね、なんかそこと通ずるような、リンクするような、まあ、文言ですしね、まあ、僕も実際、ショーの裏側に潜入させていただいたり、ショーをね、こう肉眼で目の前で見まして、まあ、やっぱね、パワー感じましたので、やっぱそのなんか本当デイライトっていう今季のストレートな、はい、一言がシンプルに表現されてる、まあ、T シャツかなと
なんかあえていいですね。あえてシンプルにこうデイライトで1号でポンだけみたいな。本当にストレートにデイライト、今期のシグネチャーのというかテーマでございます。まあ、白もシンプル、白もいいんですよね、これね、こういう感じで。こういうね、シンプルなトップスとこういう色物とか合わせると結構いいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。じゃあちょっとロンティーの方も着ていきます。七分袖の方ですね、着てみましょう。どうでしょうか。うわ、めっちゃ新鮮で、僕七分袖とか持ってないんでね、めちゃくちゃ新鮮でございますけど、はい、こんな感じです。最初に言っておきます。こちらサイズ M ですね。M サイズで、あ、お値段いくらでしたっけ、1万4000円でございます。はい。こんな感じ。サイジングとかに関しましては、こっちのね、T シャツと同じ感じで、まあ、スタンダードですね。スタンダードのサイジングです。ただね、裾がちょっとこれは、ラウンドというか、ラウンドな感じですね。こうスクエアじゃなくてちょっと円を描くような、イメージでございます。どうでしょうか。この色がねちょっと良くて、早くこれ1枚でね着れるような季節にならねえかなっていう感じですね。で、意外にこれオレンジとも合う。あ、新しいですね。うん、これ好きですね。新しくね、なんか非常に僕はね、自分に対して のセルフイメージというものが更新されるような感覚があって、非常に新鮮で楽しいですね。楽しい気分になります。まあ差し色としてね、まあ上に何か着るでもいいですし、一枚で着るでもいいですし、ね、たくさん着ようかなと。ザ・ウェイズ、こっちのザ・ウェイズもちょっとこの部分的に、はい、ちょっと削ってるとか剥離してるような感じの、まあダメージともまたちょっと違うんですけどね、なんかイメージ的にはダメージ加工でちょっと剥がれかけたのをまあ元にそれをプリントしたみたいな、そういう感じでございますね。プリント自体にダメージがあるとかそういうわけではないです。で、ちょっとさっき生地感もね言わせたんですけど、基本的にこれ全部生地感、同じような感じで同じですね。まあ中肉の本当にソフトなボディでございますね。ソフトなボディですね。うん、一番着やすいかなと思いますね。これガンガン着たいなと、うん、思います。厚くもなく薄くもなく中肉のボディっていう感じで、早く1枚でね、これ着れるようになりたいです。なんかデニムとかでも良さそうだし、チノとかでも良さそうだし、いいね。久しぶりにというか、ちょっと七分丈で皆さんもいかがですか、こっちの色も結構やっぱカラーリングがね、カラーリングがポイントです。そんな感じです。はい、ということで、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインがございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。では。